はい、どうも皆さん、お疲れ様です。コールオブデューティモダンフォーエア2、マルチプレイやっていきたいと思います。今回使う銃はローチマンサブと呼ばれる MP5、 ごめんMP5 を使って戦っていきたいと思います。 MP5 にサプレッサーとグリップとレーザー乗せて戦っていきたいと思います。サイトがね、このサイトがすごく見やすくて好きなので使ってます。でパーク構成はいつも通りかな。スカベンジャーにトラッカーに、ハードラインだとオーバーを持ってきてます。であとね、違う、トラッカーじゃないよ今回は。あれ持ってきてます。オーバーキルでショットガン持ってきてまーす。これね、バイソン800ってやつかな。バイソン持ってきてるんで、ガンガンショットガンで近距離は当てないとダメだよね。それは当てないと倒せない。じゃあ当てた判定になった。上空に敵の UAV、 敵の UAV が飛行中。このマップは比較的危ない。ベータ版でプレイしてたからっていうのは、僕がどんなとこかっていうのは大体分かってはいるんですけど、やっぱりちょっとどうしてもフリーホールなんで分かんないことの方が多いかな。 MP5 例にごとく、いや強いですね。まあただその強さに過信せず、使いやすさはねピカイチなんで、あの辺のね、中距離ぐらいまでガンガン打ち込んでいけばいいので、リロードします。リロードもかっこいいね。左いるな。ちょっと待ってか。抜けてったか。いやー、怖い。追いかけるんじゃなかった。つい欲が出たな。あぶねえ。あんま7発しかないよ。オーバークロック発動。えい。後ろいる。オッケー。上空に敵の UAV。チーが無双してるな。よし、巡航まで行った。巡航か、出したいな。いるな。うわっ、間違えた。今のはミスだな。敵の UAV が飛行中。範囲がな、どれぐらいか分かってないから。やめてくれ。なんでだ。俺も撃ってたじゃないか。うわ、痛い。危ない。順復だそう。よいしょ。UAV は燃料切れだ。あぶねえ。なんでだ。なんでだよ。それ俺のが倒せてもよかったんじゃないか。このケアパケをどこに出してやる。ここに出してやるか。怖いなぁ。了解、ブルースモークだな。見えない、そりゃ見えないよ。セントリーどこに出てんだ。危ない。おお、すげえとこに出してんな。
いいと思う、出してる。分かってる。危ねえ。ショットガンが役に立つ。いやー、あれは倒したかった。中に戻ったか。こべ。敵のエアストライフが近づいている。回収して。お、いいもん出たぜ。フォックス2が到着した。攻撃頼むぜ。リロード。可能。いなかった。オッケー。ケアパッケージを展開可能。頼むぜ。巡航ミサイルも発射可能。巡航まで行きましたよ。出しようかな。中に人が入ってる。ターゲットに効果なし。効果なし。頼むよヘリ。了解した。指定の位置にケアパッケージを。うわ、うまい。うまかったな今のは。今のは一本取られた。役に立つな。やられた。じゃあステルスボーマーいきまーす。こちらマルチャー6-1、空爆を開始する。レンジャークローズ。あ、うまい。とか練習しないとダメだな。敵の UAV が来た。よし。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回 MP5 とショットガンを使ってね、かなりタクティカルな、構成でいったんですけど、すごくねショットガンも使いどころによってはねいいかなと思ったんですけど、結構ねケアパケに助けられたそんな感じのゲーム展開だったかなと思います。ステルス爆撃で花火を出してやりました。次回も楽しみにしておいてください。お疲れ様です。